おはようございます。本日はピクミン3をやっていきたいと思います。ちょっと寝起きなのでうとうとしてるんですけど、途中ですね。岩と赤ピクミンを手に入れたとこかな？確か。そうだ。結構ピクミンも増えたし、まだ一匹も死んでないんだね。ね。4日目。探索4日目。いや、眠い！もうお腹も空いた！でも最近よく寝るんですよ。疲れがね、溜まってて。この間サッカーと野球をしたからかな。眠いよ。迷いの雪原。チャーリー。そう、確かチャーリーをね、連れに行くんよな。アルフとブリトニーか。アルフとブリトニーで、チャーリーを救いに行きます、今から。はい。謎の電波が出てるみたいなので、助けに行こう、キャプテン。キャプテンを、はい、チャーリー。キャプテンチャーリーですね。行きましょう。今回は何だ、ご飯をたくさん集めて。食料どんくらい集めればいいんだろう。よろしくお願いします。なんか蜜みたいなのあるな。でっかい蜜みたいなのある。え？嘘でしょ？嘘でしょ？またやった？ブリドニー。着地できてなくない？ちゃんと。ねえ。なんでさ、自分から出てくるの？宇宙船の外に。どうして？何があったの？なんで？窓閉めなよ。まずは、まずは。で、ブリトニーで行くのしかも。やだ。ブリちゃんやだ、俺ブリちゃんやだ。ブリちゃん。ブリちゃんでも何も見えないなぁ。あ！あ、見て。黄色だ。ピピクミン。まさかのブリトニーが。黄色ピクミン見つけました。ピクミン、何してるのかしら。なんか電気をさ、つなげようとしてるよ。電気で行ってこい。お、すごい。しかも電気はそのまま続くんだ。電気つなげてくれました。眩しいって。ブリちゃんでもいいとこ行ったね、一人で。嬉しいよ俺は、こんなとこまで来てくれて。探す手間が省けたからね、キービクミをね。これもオニオンなの？光がないと生きられないのね。確かに。あ、でも光あるやん。したら、あの子を運びたいですね。なんか20匹必要な玉もあるぞ。せっかくなんで、増やしていこう。4。なんだ、壊すだけか。ちょっと待ってね。集合。できれば増やしたい。これなんだ。あ、電気か。これやってくれるのはどうなったかな。あ、いっちゃった。あれ、これ電気つなげてくれないのかな。もうつながってるからいいのかな。まあいいや、増やそっか。20匹欲しいけど、20匹は欲しいな。あ、上にもある。ピクミンは投げると高く飛ぶ。これ何個だ。 5個か。すごい。ピクミン、これで増やしていこう。徐々に増やしていこう。はい、もうないか。あ、なんだ、温泉かしら。うわー、みんなに戻った。あ、ピクミン乗れるようになってる。これピクミン1の時はね、操縦者しかね、乗れなかったんだよ。まさかピクミンが乗れるようになってる。おし、あの隊列は全部このこいつ抜くためにね、取っておきましょう。抜け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 。あの20個みんなで、そう、20匹になったら行け。これさ、押したらさ、奥のさ、岩盤が開くんじゃない？よーし、道ができた。
よし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 。ピーピグミ20匹。行くぞー。新しいワールドですね。迷いの、なんだっけ、迷いの大地だっけ、名前忘れちゃったな。やっと外に出れた。ブリちゃん、気をつけてね。あ、アルフ。アルフ、こんなところに。アルフ、落ちし、アルフくん、私はここよ。また落ちちゃったわ。痛かったわ。あ、ブリトニーさん、よかった。無事だったんですね。あっさりしとるな。こちらからも見えました。川の向こうにいるんですね。そうですよ。誰で協力して合流しましょう。指示をお願いします。だって、ブリトニーが指示をするんだ。そしたら、うん、寒そうだね。早く戻らないと。その前にお腹が減って死にそうって、ご飯は食べてたわけでしょ。あ、あいつ嫌いなんだよね。嫌いなんだよ。やっつけろやっつけろ、いけ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 。はい、ナイス。あ、見て、電気ポジが見つけた。まあいいや、これとりあえず開けとくか。で、この道は、あれ、ちょっとアルフに交代しようか。はい、こう来たとこじゃない、前に前来たとこじゃないかな。とりあえずこれいいかな。グミはこんな感じで、はい、やべ、ミスター、はい、はい、なんかロックオンできるのいいな。フェレットの草、ここ来たことないか。あれ、うちの猫ちゃんが、うちの猫ちゃんがちょっと悪さしてる。マイク抜けたらやだな。とりあえず敵も出てきそう。いるな、なんか鬼しずぐもみたいないるな。その名前のやついたよね。この橋のさ、材料がさ、どこかにあるはず。探そう。あ、壁が、壁がある。あ、ちょっと待って、ここね、うなぴくみ、ちょっと渡しとく。あそこにね、あったんよ、あの、クリスタルが。クリスタルがあったから、ちょっとこれ借りるね。これ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 。これね。やってますわ。で、この先なんだこれ。わー、あ、あったあったけど、敵がいるから敵倒したいね。ちょっと待って、敵がいる。それやばい、それやばい。戻って戻って。こっちにも敵いるからさ。ちょっと、忙しい忙しい。忙しい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 。忙しい、あれ倒したいな。この数で倒せるのか。いけ。ダメだ、ダメージ食らわない。これ、え、どうすればいいの？あ、こうだ。後ろから、背中から。背中から攻撃すれば倒せる。この子も、この子も背中から行こう。待って、変なとこ行かないで。あっ、あいつ一人で行きやがった。うれ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 。よし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 。で、ここね、このピクミン投げとけば。え、そっち行くの？ちょっと、あの、こっちよ。そう、みんなそれ運びなさい。よし、この間に、アルフに変えて、こちらへ行こうか。こっちにもなんかあるはずだ。ビリー、気づかれないで真後ろから狙う。キーピグミなら大丈夫。もしかして、電気が。電気系か。ビリビリしてるな。ビリビリしながら動く。オッケー、倒した。
どうしよう。ここだ、あと。ここにもある。これをじゃあ。みんなでやる。あー、雪玉ゴロゴロがいる。これはまずいぞ。オッケー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 。無視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 。雪玉ゴロゴロ無視。運べる人は運ぼうか。オッケー。うん、ね、オッケー。じゃあ、帰って。帰ってきたね。みんな帰ってきた。そしたら、運びに行った子たちは大丈夫かな。次、これ運びましょうか。2、3、4、5。7だ。はい、これでいけるね。ね、で、ブリちゃん戻って橋できるんじゃないかな。これで両方から今橋作ってると思う。ほらほら、あ、足りない、ちょっと足りない。まだ必要なのか。こっちにキービグミンがいるし、ちょっとそこ置いとこうか。意味ないな。宇宙キービグミンを集合させて、こちらは穴掘りが得意なんだ、黄色は。へぇー。待って待って待って、危ない、雪玉がゴロゴロしてきた。危ねえ。待って、やばい、これやばい。うん、雪玉ゴロゴロやばいな。ちょっと待って、これ穴掘りはできたんだけど、暖かい風が、ちょっとこっちも行きたいが、ちょっと雪玉ゴロゴロ倒さないといかんな。これ背中から行こう。早く撃て、早く撃ってくれ。出すか。よし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 、突撃したら倒せる、この岩ピグミンで。次この子、ああこの列にと取ってくるから、ここからいけば大丈夫。 OK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  倒した倒した倒した。で落ちちゃったけど、なんだ後ろから押すのかな。なんだ仲間を投げ渡す、どういう意味なんだろう。あ、ここはアルフがいないと次進めないぞ。なるほどな。壊して。うわ、待って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 、あったあったあったけど、あったけどびっくり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 ー、あったけどびっくりびっくりー、こんなんびっくりびっくりー。登れるぞ、ここ。あとなんだこれ。我々は極寒の大地で雪のオブジェに遭遇した。中年男性の顔にも見える、それはなんとなく見覚えのあるものだった。見れば見るほど我らがホタテウイルスの社長に似ているようだ。そうだよね。社長に似てるよね。そうだよ、俺も思った。チャーリーと社長に似てるよな。寝ろ。寝ないか、あいつ。あいつ、寝ない子？もしかして。寝ろ。寝ろ。おい。大割り食いみたいな。寝ろ。もういいや。背中向けたとこ狙おう。うおー。食べられちゃう。ダメ。いけ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 。いけ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 。よーし。素晴らしい。そしたらこれ全員なっかけ。見た自分。これなんだろう。あ、ご飯だ。ちょっと待ってね。はよっ！はよーい！およ、あれ切り替えどうやってやんだっけ。青、切り替え時々忘れちゃう。そしたら今度青い方の何これ壊せる、なんか道ができた。ほら穴掘ってる。何これ、ピグミ穴掘ってる。何これ、あすごい、あ、すごい。すごい。ピクミン、オニオン、どんどん牛は。うちは。あ、こんにちは。お、セヒチョン。
壊せるよね。敵いらっしゃい。でこっちからもう一応いけるね。ああいつがいるぞ。あの敵がいる。この穴は渡って、まあ邪魔なんで彼を背中から、こっちが顔か、こっちが顔だな。はい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 、やばい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 、よしよしよし、怖い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 。で、あ、なんだ、届かないよあれ、届かない、届かないから後回しだ。先に、なんかピクミン、ここにあるんじゃない？炎がすごい、炎がすごい、あ、炎がすごい、なんだあいつ、ナメクジみたいな。どうしよっか、赤ピクミンに変更できる。でもね、これはね、使わなくていいかもしれない。一匹ぐらい使っとくか。多分赤ピクミンに変更できるんじゃないかな。そうだよね。そうだね。やっぱそうだね。したら、突撃間違えちゃうとよくない。突撃は、一旦、一回成立して、あ、あったあった、赤いのあった。赤ピクミンだけですけど、そしたら引き抜いて運ぶのはね、紫もできる、紫ねや、岩もできるので、ちょっと運びましょうか。運べる人間でね。こっちから電波って言ってるよ。電波だって。よし運ぼう。これロックするの大変な、ロックしなくてもいいな。はい。おぼうか。オーケーオーケー。そしたら、多分戻ってくるからブリッジに変えよう。あ、ブリッジも戻ってきてるね。よし！端着いた！端着いた。アルフォスチュフコロ、これで合流ができる。そしてこのオリーブみたいなやつを、あー頑張って、あー頑張って、これ黄色じゃないと届かないやつだ。うまく落ちてっちゃった。で頑張ってみんなで運んでね。これはうちの子が請け負います。よしよしよし、こんな感じでやっていくんだろうな。あ、ピクミン、黄色、キーちゃん。黄色のキーちゃんがあっちに来た。頑張れ。これ7匹必要だぞ。7匹。頑張れ、頑張れ。落ちてる子たちは5匹か。オッケー。そしたらこれ1個運んで。あー、ごめん、ブリちゃんミスった。ブリブリミスった。ブリちゃんは、これ運ぼうか。で、間違えた。アルフに切り替えまして、戻ってきた？オーケー。戻ってきた、これ運ぼうか。ちゃんとさ、人数分持ってきてくれるの嬉しいな。これ何なんだろう？あっちに跳ねるのかな？あと一応上行けますね、これ。あ、豚ちゃんいる。これは炎の子だから全然大丈夫か。これ炎の子だから大丈夫か。ピクミン、ここを増やしたいですね。当ててほしいですね。ピクミン。耐えれないんで、今。今のとこ。あれ？君たちなんでこんなとこいるの？あれ？どこからいたの？そんな。まあいいや。
まあいいや。ちょ、ブリちゃんに黄色連れてきてもらおう。黄色多分お家帰っちゃったよね。お家。お家いるよね、多分。あ、これも運んであげたいな。黄色ー。キーちゃん。キーちゃんこっち？いた。いたいた。19匹だけ。そっか。中にいるのか。そしたら、キーちゃんは、こっちに渡ろうか。あそこ合流させよう。こっちで。いいじゃん、なんかめちゃくちゃいいじゃん。ただ、なんかマップが今のところよくわかってないんだよな。あっちー、ブリちゃんも食らっちゃった。逃がすか。見抜いて。もう時間もね、少ないので、あんまりだね。あんまり、ボタボタしていられない。散らばってるこの生物をお家に運ぶか。ね、生物運ぼうか。あ、あと上にもある。みんな集合。上からかな。あ、ブリちゃんいないと上行けないな。これ水か。水もあっていけないってことは、じゃあこれでいいやん。7匹運んで。よし、こっちは OK。ちょっとブリちゃん戻って、アルフと合流しよう。アルフと合流すれば、あの上のやつも、運べるっちゃ運べるね。一応今、果物2個入れてるわけだから、食事は一応大丈夫。結構今ね、効率よくやれてます。はい。おナイス。交流できるんじゃない？アルフ、アルフ、やったー、やったー、アルフ。とりあえずここ掘って、ここ掘れ、ここ掘れ。時間かかりそうだ。2個半掘った。めっちゃ掘ってるけど。ワンワンいるかな。あ、出てきた、出てきた、出てきた。これ何、これ、え、この1個を運ぶがために時間をかけてたな、あの人数で。こいつが悪いですね。ちょっと倒して壊した。あ、1匹落ちちゃった。これも落ちるか。オッケーオッケー。ここで見つけた子はちゃんと持って帰ろう。ほら、ほぼ。で？でだ。ピクミン全員持ってれば大丈夫か？うん。これでいいよな。一日。これ7匹でちょうどだし。いいよ。黄色の子はさ、これどこに持ってこうとしてる、もしかして。お家？あ、やっぱお家だ。赤にしよう。赤にしよう。で、これで一日終わりなので、全員集合。え？え？呼び戻せらしいよ？これで。知らなかった。え、そんなことできるんだ。すごくない？え、ピクミン3すご。よし、とりあえずじゃあ全員呼び戻しました。今まで探しに行ってた皇帝がいな、必要なくなるぞ。でも帰ってる最中にね、食べられちゃう可能性もあるからね。それだけ怖いよね。あと今、俺の嫌いなチャッピーいた。あの、ワールドを徘徊するクマチャッピーってやつがいたよ。うますぎて怖いんだよな、あれ。お！合体するか？オニオン、ドッキングシステム、スタンバイ。おお、完了。やったー。黄色いもついたよ。よし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 。今日の成果ですね。成果の果実、縁側の実。2個分ぐらいありそう。どう？2個だね。
あ、足りなかったか。ロジュレ回収。早送り。早送りもできます。ひだまりの実、これも1個分だね。よーし。毎回ね、1個しか使わないのありがたいな。これ結構増えたんだ。ほら、ほら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 。めっちゃ増えてる。ピクミン増やす気かも、入ってる。新旧バッジってのがあるんだ。ね。バッジ全部は大変だな、多分。どこをどう終わりにするか、とりあえずストーリーをやりたいですね。お宝コンプリートは必要ないもんな、今回。キーピグミについて、アルフが作成してくれました。アルフは多分結構マメなんだろうな。あ、でも結構、食料管理はブリトニーやってくれてるから。社長いないと、操縦が下手なのかな。だからブリちゃん落とされちゃうのかな。どうしたんだろう。5日目2日目です。結局ね、社長をね、手に入れてないんです。チャーリーをね。クリックしましょう。あ、多分、果物の種類とかかな。全種類、果物の種類集めればいいのかな。今回はそれだな。今回の攻略状況、条件。はい、到着。到着いたしまして。ピクミンを出していきたいと思います。25匹、30匹、40匹かな ?30、30、40かな、こんな感じで。こんな感じでいきましょう。待って、ビリーがいる。ちょっと待ち。ピクミンならね、全然大丈夫なんだ。ビリビリしても問題ない。ビリー倒せ、ビリー倒せ。なぜビリーがここにいる？とりあえず7匹飲んでもらって。届くか？届いた。すごい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 。さくらんぼナイス。ついてってる、かわいい。戻っておいで。そしたら、あとは。さくらんぼって新種の果実なんだ。チャーリーのとこあっちだ。思い出した。うわ、で、広い！めっちゃ広い。運ぼう運ぼう。増やしてくれ、増やしてくれ。はい。色はできるだけ、揃えて。揃えていこう。てか、今成長したぞ。今成長してるこの果実。お花。同じタイミングで。ちょっと時間かかっちゃったけど。一刻すぎたわ。これ多分1時間なんだろうな。一本。今ので1時間か。割に合わないな。よし、社長。いや、チャーリーのとこ行こう。チャーリーこちらにね、なんか、道がありました。もう敵いないよね、これね。大丈夫、OK。ここ。あれ、壊せないこれ。これ壊せないかも。生暖かい風がって言ってたけど。ダメだ。あ、でも黄色ピクミンならこれで。何かあるといいね。みんなで掘るんだ。人数制限がかかってる。あー、それか。なんだ、もう上何もいない。もうさ、上から落ちる。あ、これだ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 、多分これだ。これ押すんだ。で、ここにブリトニーさんを乗っけてから、ここに投げてブリトニーさんに20匹押させればいいんじゃない。
はい。ここでブリちゃんが20匹これを押していって、ほら突撃して、あ、キーピクミンじゃないといかないのか、いた、押した、ナイスー、これで開けるんだ、よかったよかったよかった、集合、再集合、みんな集合、最悪置いてってもあれができるんで、回収が楽なので。おおおおお、来ちゃったよ、ファイヤーマンがいるな、ファイヤーマンがいる、これ、赤ピクミンだけ、これ赤ピクミンだけ連れてきたよ、はい、このファイヤー結構危険やぞ、あ、待って、黄色もついてきちゃった、おいおい面倒見てくれ、ほらほら、これもう連れてくか、赤ピクミン、赤ピクミン以外も連れてくか、いや、ちょっと面倒くさいな、いや、どうしよう、配列して、あ、なんか赤ピクミン少し持ってかれたもう最悪、持ってっちゃった、ごめん、赤だけ欲しいな、この人数でこれ、なぜかキーピクミンの花がある、行ってこい、やっぱ暗いね、あ、電気の場所があるぞ、これ壊せないのかな、ここ熱っ、あ、少し持ってかれた、まあいいか、炎を避けていくしかないのかな、そしたら、少し少し赤ピクミン持ってかれちゃったけど、まあいいや、だから時々間違えちゃうんだ、成立するの、黄色、いや、この人数で、かなさすがにきついんで、多すぎるだろう、見えない、見えないな、間違えた、変なの投げちゃった、間違えた、これつなげられるか、あれ無理、無理か、あぶねえ。配列してみる。無理だ。炎に。やばい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 。全員燃えちゃう。やばい。うわあ。うわあ。これ電気つなぎたいだけなのに。あ、青はつながってるんだ、もうすでに。本当だ。うわ。よかった。そういうことか。そこ繋がってたんだ、で電気がついたから見るようになったぞ、よきよきよき、どうしようかな、うわ、危ない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 、水もあるし火もあるし危ない、ここ危ない危ない危ない、びっくりしたびっくりした、心臓が、これ何、電気壊せない、ん、なんだこれ、え、これ何、なんだこれ、先に進んでみようというか、あれ違う、これなんだろう、敵がめっちゃいるってのは確か、まだ壊せないのかな、敵みたいな、オッケーオッケー、まだ無理っぽいので、じゃあ、こっちから行こうか。この道進もうか。なんか矢印ついてるね。あれ？なんで矢印ついたの？なんで矢印ついたの？まあいいや。まあいいや。ありがたい。矢印ついたことはありがたい。あー、待って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 。待ってね。みんな
一匹なんか抜けてった、抜けてった。数匹ずついなくなってるぞ、これ。ナイスナイスナイス。運ぼう運ぼう。さあ、この先行こう。人が近づくと葉っぱのふりをする。誰だ？そんな奴がいるのか。だんだんピクミンがいなくなってる。あ、この子たちか。楽しめるんだね、これ。踏めば。待って、赤ピクミンは行っちゃダメ。なんとなく。なんとなく、やや。はい、OK。いやー、こっち行くんだろうな。でも、なんで矢印なのかわからないけど。ここは誰かが通ったみたいだ。誰だ？チャーリーか。チャーリー通った場所じゃないか。確か。おー！雪玉コロコロー！危ねー！なに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 ？なになにあれ？ちょっと減らしていくか。これ、連れていこう。この子たち連れていこう。あはは、OK、OK、OK。雪玉ゴロゴロ倒したい。危ない。一回落とすか。うれうれうれ。うわ、ピクミンのダメージ意外とでかいのがね、救いだ。なんだ、キャプテン。ピチ、キャプテンが落ちた後取れる。あ、ナイス。あ、でも違う、折れたけど違うものな気がする。もしかしたらキャプテンがいる可能性があるから取っとこう。キャプテン埋まってる可能性がある。ガガピクミンをじゃあ連れて行きます。あ、黄色じゃないよ、赤だよ。取れた？でも数がね、だんだん足りなくなってくる。もう43匹しかいない。ここには。頑張れ。なんかめっちゃ掘れてるよ。自分の猫も泣いてるね。手伝ってあげて。手伝ってあげて、みんな。何これ、なんか出てきた。プラスチック見たら出てきた。あれ？何これ、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 え、あ、服じゃね、服じゃね、これ。え、何これ、でも服だと思う。やった、よく頑張った、よく拾ってきてる。どうしようか、何匹持っていかせるか。まず岩が3個。黄6。赤2ぐらいか。これで今均等だ。で、この7個も一応運びたい。40匹はでも欲しいよな、ピクミン。あいつは一回諦めよう。先へ進もう。猫ちゃんが遊びに遊んでるから。なんだなんだ、これ誰かが通った後かな。あ、チャーリーさ、ここでなんかさ、わーって言ってたよね。チャーリー、チャーリー、いや、ありそう、いそう、なんかチャーリー。あ、なんかいる。倒すか。とりあえずこの子たち倒すか。戻れ戻れ戻れ。よくわからんな。よくわからんが倒したぞ。びっくり。あ、なんだ。なんか飛んでるな。お、なんか飛んでる。なんだあの壺は。あ、なんか敵が生まれてきてるな。で、しかもなんか飛んでる。敵が生まれるから。
オッケー。あ、やばい。やばいやばい、なんか飛んでる、なんか飛んでる、なんか飛んでる。今んとこ大丈夫か。よし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 。ちょっと電気つけないと見えないっぽいな。飛んでるの怖いけど。黄色が10匹ですね。はい。あと1匹、はい。あ！撃ち落とした。なんだ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 ？あ、さっきの親玉なんじゃない子供の。気持ちが悪いな、顔が。やば。やばいな、あいつ。今のは？上位ってなくて。あいつがキャプテン飲み込んだ可能性があるぞ。あっち行ったな。え、40匹でいけるかな。よかった。もうちょい減らしていかないで。今より7匹少ない状態で戦うことになっていた。本来だったら。まずいぞ。眩しいのが苦手らしい。なるほどな。この先だ。キャプテン、どんどん言うか。キャプテン大丈夫か。あ、なんか透明な、ちょっと待って。明るいとこには来ないらしい。ここで、明るさ、明るいとこに、移動しつつだね。で、あれ生まれちゃったら敵になるから。あ、なんか回収してくれてる。あ、なんだろう。さっきのあのカプセルだな、多分。これ何これ。チャーリーの服だべ。アンチエレキ。お、やった。今電気食らなくなりました。アンチエレキ、アンチエレキ。ふう、よし、でかい。これでかいぞ。あー、戻ってきてる、戻ってきてる。光、光が欲しいな。透明で見にくい。ここだな。そして引き付けよう。よし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 、上手した。攻撃できるのかな。若干食らってるぞ、攻撃。顔面に。でも、当てられる。毒毒毒毒。毒じゃない？大丈夫？オッケー、電気で、いい感じに今、攻撃ダメージ食らわしてる。足作らなきゃいけないですね。あ、ここ。なんだこれ。これか。よし、電気つけた。よし、チャンスだ。いけ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 。今投げまくるといいぞ。でも貼り付けちゃうか。あ、戻れ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 。一匹どこ行った。あれ、うちのもんが一匹いないぞ。あれ、え、一匹いないよ。ちょっとなんか怒ってる。あ、はあ、花が咲いちゃった。花が咲いちゃったよ。やばい、上から来てるよ。逃げないとこれまずい。ちょっと明るいとこ行こうか。こっちの電気壊れたな。撃ち落とせるか。このバチバチのとこに行けば。お願いします。これちょっと、あ、でも危ないな。あの電気食らわないよ。ちょっと一点呼び戻そう。あ、やっぱり電気が危ない危ない。てか一匹いないぞ。消えたぞ。でも3つ今電気つけたので大丈夫そう。これは、ああ、なるほどな。伸ばして戻っていって、橋作れる。クリンキーあるから大丈夫。行ってこい。行ってこい、行ってこい。やばい、時間がやばい。
張れ頑張れ。倒すしかないのかこれは。まだ参る、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 まだ参る。よし、戻っていって。もうないよ。明るいとこならダメージ食らうぞ。あ、こっちだ。これ上にも行ける。どうしよっかな。この先渡れるようになったけど何も、いや、何もない。どうしよう。ブリトニーを置いて、キーピグミーを投げよう。で、あ、間違えた。で、カニ来るな。カニ来るな。これで。これ大丈夫だはず。大丈夫。大丈夫だみんな。みんな大丈夫だぞ。電気つけよ。倒したら電気つけよ。生まれてきてる、生まれてきてる、生まれてきてる。あれ？でも登れるの？オルマ今自分で登ってきたけど、アルフ！あ、やばいやばい、座れる。座れる座れる、やばい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 。電気でどうにかしよう。オッケーオッケーオッケー、これで攻撃しよう。やばい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 、攻撃だ。ちょっと食べられたの多分。無理やり行くしかない。やばい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 、もう電気のところで無理やり行くしかない。逃げたから逃げたから逃げたから。あ、時間がやばいやばい、30匹しかいない。ちょっと食べられてるアナコに。あー、やばい、ゼロになっちゃった。一気どっか行っちゃった。なんか苗が一個取り残されてる。あー、そこにいたの。あー、やだ。あー、やだやだやだ。しかも戦闘中に戻ったわ。もうあいつやるな。え、結構早めに戦ってたんだけどな。時間足りないか。やりよるな。強かった。じゃあ頑張ろう、もう一回。もう一回あの途中からだけど戦いに行こう。で、ダメージは食らってるんだけど、電気の場所がなかったんだよ。キーピクミンで攻めるか。いや、あのキャプテン、巨大生物、食われてる可能性あるぞ。で、昨日食われたピクミンもまだいる可能性があるぞ。吸い込んでくるタイプは、今まであの、電気クラゲがいて、電気クラゲっていうか、まあ、クラゲがいたんだけど、クラゲも、吸ってくるのよ。でもピクミンが倒せば、蘇ったんでね、消化されなければ、この時間に消化されてなければ大丈夫。行こう。より電気は食らわなくなったので、大化け鏡を倒せ、今のやつだ。食料はなくならない程度。あー、生きてる。君は生きてたのか。そしたらまあこんな感じで、こんな感じでいきましょう。あ、間違えてた。変な名前でした。こんな感じでいきましょう。はい。ちょっと慣れてきたな。そうさ。ブリちゃん。あ。多分漏れるよ。あれ？これ掘れないのか。あれ掘れそうだけどね。行くか。もうお花はいいや。お花無視。お花なんて知らない。あいつを倒しに行く。てかこれ壊せそう。さすがに無理か。これ。で、こっちか。
あれ？こんなんあったっけ？キウイ出てきたけど。すげえ。また持っていかなきゃじゃん。赤ビグミン5匹、ピービグミン5匹。で、この、お花には、君たちを、君たちを運びます。はい。はい、OK。なったんや。また目の前からピクミンが、ね、いなくなるんですよ。アルミさん、いや。いってらー。いってらー。あれ？これ合ってるよね、場所。首上がれない。あれ？場所合ってなかったっけ？合ってるよね。さっきさ、ピクミンこういうとこ登ってきたよね。さっき普通に登ってきたよな。あれすごいな。あ、こっちだ。あ、ちょ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 、あれ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 、今僕はどこにいるんですか。場所が違うもはや。こっちじゃない可能性がある。あれ？え？違う、これ最初にいた場所だ、ブリトニーが。そうだ。そうだそうだ、そこに果実があったんだ。気づかなかったけど。こっちだ、こっちこっちこっち、そうだそうだそうだ、わかんなくなっちゃった。ほら、が。で、こちら移動しますと。あ、通っちゃった。下すごいな。一応果実見つけたので果実運びますか。これグリちゃん先入れなきゃ。あ、グリちゃんごめん、頭ぶつけちゃったね。グリちゃんそれ乗れない。乗れた。で、こうだ。はい。で、こうだな。あれ下に一匹いない？OK。OK、隊列30、OK。で、この先に行くと。少なくなってきちゃったね。こっちだな。左だ。やだやだ。やだやだ。来るぞ。そろそろ来るぞ、大鏡、大鏡みたいな。大鏡みたいなやつが。来るぞ。いいんじゃない？そろそろ。まだか、隣か。お、なんだこれ、ブドウだ。ブドウ発見したわ。ちょっとさ、何を連れてきた？ブドウ、誰が？ぶどうやっぱ一匹ずつになっちゃうんだね。え、みんな行っちゃうじゃん、黄色。黄色はダメ、黄色はダメ、黄色はダメ。ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。ま、でも一応ここ戻ってきそうだな。赤も。待って。待って。あー、待って。待って、黄色はダメ。あー、行っちゃった、行っちゃった、行っちゃった。あー、戻ってきてくれたら嬉しいな。23匹いるなら大丈夫か。50匹もいるし大丈夫だろ。なんとかなるだろ。戻ってくるかな。みんな戻ってくると思う？このブドウたち。どう思う？俺、あの子たちに寄生本能があると思えないんだけど。ちょっと待ってみる？ 1 分ぐらい。あ、入った。ブドウ入ったよ。ブドウ入ったよ。どうだ？今入ったところなので、来るか来ないかは、ピクミン次第。
こなそうやな。あ、また入った。あ、またブドウ入った。最初のピグミンたちが入ったね。入ってくるかな。待ってよ。微妙か、やつらは。最初に行ったグミが、あ、また来た。あ、また行った。あ、ブドウになった。これで全部一応運べたってことになるけど。あ、ねえ、みんな、戻ってきた。おーい。おー、自ら帰ってきた。初めてのお使い見てる感覚だった、今。嬉しい。多分、第2部隊と第3部隊で行ってるから。3回来た。あははは、かわいい。よちよちしてる。おかえり。おかえり。まだいるよね、多分ね。自分のアルフ置いとった。お出迎えさせてあげよう。キュミンのお出迎えだ。多分もう1部隊ぐらい来てると思う。かわいかった、今も。イワピグミンがヨチヨチしてるのが一番可愛かった。いや、嬉しかったな、帰ってきてくれるの。退屈になって座っちゃったよ、アルフ。来てるのか、本当に。上に一応見れるけど、わかんないな。どこにピクミンがどう来てるのかわかんないな。いっか、後の子たちは帰りに呼び寄せよっか。もう結構人数いるし、先に行こう。また時間がね、過ぎちゃう可能性があるわね。さあ、あのバサバサしたあいつ、やばいやばい、来てる来てる。あ、電気ついてるよ。ダメージ食らった状態なの。置いてこい。なんでこれ。あ、あ、やばい、吸っちゃダメよ。今危ないよ。戻っといで。このバサバサした状態を倒しておきたいです。あ、てかこの先があるよ。あ、倒せばいけるかも。あ、出したな。あ、出した。ちょっと座れたか？大丈夫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 。これ道つなげて、一緒についていく。顔出した時も攻撃通じるんじゃない？大丈夫なのこれか。とりあえずこの柱を作って、行かないで。君は行っていいよ。戻ってきてね。オッケー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 。先が通じた。なんだこれ。ティービクミンで稼働ができる。投げなきゃダメだ。はい、これ20匹。もしかしてでっかい電気つくんじゃないか。どうだ、上にある電球が。よし、あとちょっとの体力を。もうあいつ身動きできないぞ。やっちまえ、みんな、やっちまえ。いけ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 。よーし、倒した倒した倒したぞ。あ、落ちてきた。イエーイ。おもしかしてやっぱりチャーリー、チャーリーいた、入ってた口の中。ブリトニー無事だったか。なんでブリトニーだけなんだよ。やつの体にいたせいか少し匂うな。もしかしてできてるのか、このチャーリー。付き合っているのか。恋人同士なのかもしれない。だが気にすることはない。このキャプテンチャーリーがいればもはやもう死んだぞ、あいつは。あ、そんなことよりワープドライブキーがない。
とんだろ。なんだって、あれがないとコッパイ星帰れないぞ。あ、今帰れなくなってるんだ。そういえば奴の腹の中でこんなデータを拾ったんだが。なんだ、今日は鍵のような物体を拾った。お宝の箱を開ける鍵だろうか、それとも何かを起動させる鍵だろうか。何にしてもホコタテ星で待つ息子にちょうどいいお土産ができた。オリマーが持って帰っちゃったんじゃないかな。我らの奴隷符号のね、鍵を持ってっちゃったみたいです。オリマーさんじゃん、絶対。とりあえず倒せたのはいいことなので。よし、15匹で運ぼう。ちょっと多いか。ちょっと人数かけすぎたか。あ、10、OK、OK、まあいいや。よし、あの子たちは上から降りてきたのか。オッケーオッケー。そしたらそうだな、スーってするか。スーってする。で、もうこの場所には用ないと思うんで、戻りましょうか。後ろ戻ろうか。頑張れ頑張れ。みんなで行っちゃってもいいしな。何？ピクミン？ピクミンが困ってるだって。どうして？あれ？何これ？なんで？なんでこんなのあんの？あ、出口別なんや。出口別なんや。で、あの子倒さなきゃまずい。その子倒さなきゃまずい。あれ、これ最初いたとこ？全然違うとこじゃね？あ、持ってかれた。持ってかれた。チャンス。あれも上行けないからな。無理か。どうしよう。投げれるか。あ、こっから投げれんじゃないか。チャーリーも投げれる。よしよしよし、これでピクミンを。あ、チャーリーごめん、チャーリーはもう。おっと、取られちゃったぞ。オッケーオッケー。あ、なんか見つけた。紫ピクミン。いや、今ピクミンがリコーダーみたいなの見つけた。よしよしよし、倒せ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 。一匹なんか変なとこおるが。倒せ倒せ。一応落とせ。持ってかれたわ。オッケーオッケーオッケー。これ運べんじゃないの10匹。で、キーピーク。いけるか。いった。2匹返して、ちょっと、あ、よけよけよけ。これなんだ、これさ、これじゃね、苦虫みたいなやつじゃないの。違うかな。あ、ブドウだ。ブドウがね、戻ってくるからね、やろうか。回収中、回収中。なんだ今度は。あ、これ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 。敵の強さの実。ほら、激辛スプレーだよ、これ。もう少し集めてみよう。やっぱあれだ、激辛スプレーの元だったんだ。で、ここにいる子たちを。チャーリーも。あ、戻ってきた、戻ってきた。えらいえらいえらい。戻ってきたのえらいの。戻ってきたのえらいの。これは楽しいし。来た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 。あ、いい、素晴らしいね、君たち。自主性がいい。今度あれも一緒に運んでもらって。余ったこと。はいはいはい、いいよいいよ。素晴らしいよ、本当に。
自主性が。みんな仲間も。よーし、これで帰ろうか。なんかせっかくだから、黄色いやつも。あれ出てきてんじゃん。おーい、みんな、おかえり。出てきてる。やっちゃって。やっちゃって。岩手県民を直撃させると地面になるんじゃん。なるほどな。これで奥まで行けるな、あの、みかん。このみかん取れそうだな。あ、リコーダー！リコーダーもしかしたらピーって吹いたらピクミンが出てくるやつじゃないか。ピクミンが自動で出てくるやつじゃない？よけ笛。違うか。回避機能を追加するオプションかって何それ？中途半端。どういうことだ？横で回転して避ける。何それ？何それ？こんなんできるようになったの？これ。あ、いってらっしゃい。こういうこと？あ、すごいすごい、みんな回避できる。回避できるようになった。あ、ピクミンお帰り。もういろんなの運んでくれてるよ。マスカットでしょ、これ。なんだ、次は。あ、激辛エキス生まれた。これはね、強いよね。これ2であったんだよ。ピクミンの数が少ない。あ、帰ってきた、帰ってきた。かわいい、待ってるの。もうさすがに帰ってくる子いないか。来たら、ここにさ、チャーリーをさ、投げて、この先にピクミン投げたいんだよね。で、チャーリーが、ほっと、完璧、完璧。完璧やだよね。あのデッキ食らないんだもん、確か。デッキ食らわないか、暇な時に、攻撃しちゃう。なんかあの罠みたいなのなんだろう。危ない危ない。元気してない最中だったら今も大丈夫だ。こんな感じだな。戻れ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 。ピクミン一個、待って、一匹食われたぞ。食うのか、君は。君はピクミン食うのか。ピクミン食われた。7匹もいなくなってる。まだ時間あるだろ、これ運ぼうか。みんなで。おかかかかかかか。待って。この罠もさ、ほら、戻るし、近くにあるし、これ。ほら。ほら、ほら、ほら。いけ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 。これいける、これいける、これいける。この上登るのに、わらが、何これ、持てはしないんだ。そう、わら作ってもらって、かないっすよ。時間が、あと時間が解決してくれる。あ、わら、ナイス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 。いや、わらからでよかった。うん。この7匹に全てを託そう。よっしゃーい、ナイスー。この7匹どっかにいるから呼び戻すやつ使って。待って、呼び戻すやつさ、すぐは感応しないんじゃないか、もしかしたら。やばいか。これ使おうか。
帰ってきてね。先にやっとかないといけない。これで、あとは、お家に。あ、帰ってきてる子たちいる。よし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 。時間が微妙だ。あと2匹、あと2匹。あと2匹どこ？あと2匹来ないよ。帰ってこないよ。帰ってこないけど。おい、どこ行った？え？あと2匹いないやん。帰ってこないやん、あれ。嘘つき。嘘つき。帰ってこないじゃん。ねえ。嘘つかれた。そっか。岩とかが挟まっちゃって帰れなくなったりもするのか。ショックすぎるわ。あと覚えておこう。日没で7匹かやられちゃってるし、もう今日も1匹食べられちゃったからな。犠牲がどんどん出てる。大丈夫かこれ。うわ、すごい今日の。今日すごいよ。手当たりしよっか。これすごいよ。数が。ほら。ほら。移動の量も多分すごいんじゃないかな。どうでもない。どうでもないけど。どうでもない、この花しずくの実がすごい。よし、10種類いったぜ。これからは果実の位置が確認できるらしい。スラの皮めちゃくちゃ増えたで。え、これからは1日分を3等分ってどういうこと？あ、そういうことか。1日1個なくなるんだ。でも3つなくなるのかと思ってちょっと汗汗しちゃったよ。めちゃくちゃ増えたぞ。すっごい増えたよ。ピグミンの数も増えたしね、果実の数も増えたし。どうした？猫が喧嘩してます。キービグビンの活躍によって2体目の巨大生物を倒すことに成功した。すると驚いたことに中から僕らのキャプテンが出てきた。飲み込まれても生きてるなんてさすがキャプテンだ。僕も見回らなければ。でも臭いのはちょっと嫌だな。食料発見の報告をしたところキャプテンは嬉しそうに何度もなついていた。そうだ、それを目的にね、我々はねドレイク号に乗ってきたからね。あ、なんかミッション、サイドストーリーでオリマーの冒険が好きになりましたので。オリマーも使えるんだ。サイドストーリーなんてあるんだ。ちょっといつかやってみたいですね。そっちもやりたいね、サイドストーリー気になるもんね。とりあえず7日目まで行ったね。セーブして、じゃあ今回は終わりにしよう。なんかチャーリーとブリトリーできてるの。恋人関係なの。もない、わい。この後、新しいとこに行けるぞ。ねえ、新しいとこに行けるぞ。これ。しかもなんか、果実の種類の数が書かれてる。うわー、いいな、オリマーの冒険も行けるんだった。ちょっと次回いろいろやってみたいと思います。そしたらタイトルへ戻るので。終わります。